上方浮世絵館の館長の高野です。当館は世界でただ一つ常設展示しております上方浮世絵の美術館です。道頓堀の役者絵を展示しておりますので、ぜひご覧くださいませ。上方浮世絵館では花嫁衣装の打ち掛けを展示しております。このような豪華絢爛たるこの御所車の打ち掛けです。これを皆様に来ていただいてお写真を撮っていただいてもよろしいんですよ。ぜひ皆さんもこの打ち掛けをしてみてください。これから彼女に来ていただきます。どうぞ手を通してみてください。綺麗な髪やね。重いよ、ちょっとね、花嫁さんと一緒で。おしゃれやね、彼女は。ここでいいの？うち、こっち上でいい？この打ち掛け。でこう手を伸ばしていただいたらね。はい、綺麗なお嬢さん。私も着てみます。よいしょ。ずっしり重い。この打ち掛け体験は無料です。皆さんとても楽しまれて写真に撮られています。今は打ち掛けといえば花嫁衣装としてのそれが一般的ですけれども、江戸時代以前においては小袖と呼ばれる着物の上へ肩に打ち掛けるように羽織って裾を引きずるものを指していました。武家の女性の正装とされていました。歌舞伎の衣装としての打ち掛けは武家女性の格式ある姿として登場するほか、遊女たちの衣装でもあります。高い位の遊女としての風格を表すように衣装に凝った打ち掛けをまとう花魁はとても贅を尽くした姿でありました。難波宝禅寺門前にある上方浮世絵館にぜひお越しくださいませ。心よりお待ちしております。